チカちゃん、起きて起きて。はぁ、あとご飯。みかん。完全に寝ぼけちゃってるね。昨日の練習、明日のお休みの分もやるんだって張り切ってたからかな。そういえば、いつも以上に張り切ってたのよね。それじゃあ、もう少し寝かせてあげようかな。そうだね。あと5分したらもう一回起こしてあげようか。なんで起こしてくれなかったの？とか、言っちゃいそうだし。チカちゃんなら言いそう。ちゃんと着替えてるあたり、今日遊ぶのも楽しみにしてたみたいだし。お、このファッション雑誌、読みたかったやつだ。ちょっと読ませてもらおうかな。テーブルの上に置いてあるってことは、もしかしてみんなで読もうと思ってたのかしら。流行のファッションって衣装作りの参考にもなるんだよね。最近はちょっとレトロなものも可愛いなって思ってるんだ。ファッションの流行には周期があるっていうわよね。どのお洋服も可愛い。こうして雑誌を見たりするのも楽しいけど、お店に行って実際に見るのも楽しいよね。じゃあ、後で沼津の駅前までお出かけしない？いいね。生地の感じとか色々見てみたいし、私も新しいお洋服が欲しいなって思ってたんだ。わあ、みんなでお洋服見に行くの？私も行く。行くったら行く。チカちゃんおはよう。しっかり目が覚めたみたいね。お買い物はもちろん3人で行こうよ。この雑誌見てたら実際にお店に見に行きたくなっちゃったんだ。雑誌でお洋服を見てるだけでも楽しいけど、見てるとお買い物に行きたくなっちゃうんだよね。ここの服とかリコちゃんに似合うと思うんだ。春らしい淡い色が可愛いわね。ちょうどニットのトップスが欲しいなって思ってたから、似たようなのを探してみたいな。あと、こっちはようちゃんが好きそうじゃない？私はちょっと大人っぽいロングスカートにも挑戦してみようかな。さすがチカちゃん、わかってるね。こういう感じの T シャツとか結構好きなんだ。ロングスカートも可愛いね。よし、あとで沼津の駅前まで出てお買い物に行こう。みんなでコーディネートするのも楽しそうだよね。そういえば、この雑誌ってどうしてテーブルの上に置いてあったの？それはね、じゃーん！この企画をみんなでやろうと思ってたんだよ。ホワイトデーも友達と？友チョコお返し大作戦？バレンタインにみんなでチョコを交換したのがとっても楽しかったから、何かお返ししたいなーって。マリちゃんが企画してくれたんだよね。学校のみんなで盛り上がれて楽しかったな。でも学校への過度なお菓子の持ち込みは本来好ましくないってダイヤさんが言ってなかった？うん、だからこっそり計画してアクアのみんなにサプライズできたらなって思ってるんだ。サプライズか。それ、いいね。なんだかワクワクしてきたよ。それで、やっぱり手作りがいいかなって思って、雑誌の特集が目に留まったから買ってきたんだけど、何を作ろうか迷っちゃって。ホワイトデーはバレンタインのアンサーで、マシュマロやクッキー、キャンディーなどを送ります。今調べてみたんだけど、海外だとフラワーデーとかクッキーデーとかマシュマロデーって呼ばれてるみたいだね。そうなんだよ。ホワイトデーだったらキャンディーかなって思ってたんだけど、それはそれで作るのが難しそうなんだよね。ものによっては作れそうだけど、どんなキャンディーを考えてたの？金太郎飴
断面にアクアラブとか文字が入ってたら絶対可愛いと思うんだけど、どうかな。確かにそれは家で作るのは難しそう。飴って熱いうちに形成しないと固まっちゃうものね。マシュマロも手作りってあんまり聞かないかな。あ、でもクッキーならいろんな形も作れるし、メッセージも入れられるんじゃない。あと、いいもの見つけたよ。あ、このクッキーすごくかわいい。あ、この透明でカラフルなのって何でできてるの。材料にキャンディーって書いてあるからキャンディーなんじゃないかしら。クッキーで枠を作ってそこに砕いたキャンディーを入れて焼くんだって。これなら作れそうだよ。ステンドグラスクッキーって言うんだね。あ、これかわいい。みんなで作ろうよ。いろんな色のキャンディーを用意してみんなの好きな味のクッキーを作るのも楽しそうね。チカちゃんならみかん味のキャンディーとか。真ん中の透明なところがみかん色になるんだね。それ絶対おいしいよ。ベースのクッキーの味もせっかくだから工夫したいね。よしこちゃんにはチョコレート味とか、ルビーちゃんはさつまいも味とか、ダイヤさんは抹茶味がいいかな。マリちゃんはコーヒーが好きだからビターなコーヒークッキーも美味しそうね。カナンちゃんにはお魚の型抜きクッキーを作ってあげようかな。キャンディーも海をイメージしたエメラルドグリーンにしたら喜んでもらえそう。ヨウちゃんのクッキーはやっぱり船の型がいいよね。窓のところにキャンディーを入れたら本格的じゃない。とっても可愛いお船になりそうね。船のまん丸窓って見てるだけでも可愛いからもったいなくて食べられないかも。リコちゃんのクッキーは音符とかピアノとかがぴったりだよね。アイシングで白いピアノにしたりお花を描いたりしたいな。楽しみにしてるわね、チカちゃん。花丸ちゃんはあんこも好きだったよね。こしあんを生地に練り込んだらあんこの風味になるかな。おいしそうだね。ダイヤさんの抹茶のクッキーとも合いそう。組み合わせて市松模様のクッキーにしてもいいかも。みんなの好きなものに私たちの大好きって気持ちを込めて作りたいわね。とっても楽しそう。みんなのびっくりする顔が浮かんじゃうな。きっと喜んでもらえるよ。駅前に出かけたついでにクッキーの型も見に行こう。よっそらクッキーの型っていろいろあるのね。こんなに可愛い型があったらクッキーを焼くのがもっと楽しくなりそう。どれも可愛くて迷っちゃったからいろいろ買っちゃったね。宝石の形みたいな型のクッキーはダイヤさんとルビーちゃんのお揃いにしようかな。キャンディーの色を透明と赤色にしたらダイヤモンドとルビーみたいだもんね。うん、いいと思う。ようちゃんにぴったりのお船の型も見つかったし、ピアノの型まであってびっくりしちゃった。鍵盤とかは自分で書かなきゃだけど、でもそれも楽しくていいよね。あ、鍵盤のところをキャンディーにしても可愛いかも。クッキー生地に混ぜるパウダーも揃ったし、あとは作るだけだね。せっかくだからラッピングも見ていかない？賛成！あ、すっかり忘れてたけど、お洋服も見に行こうよ。リコちゃんのニットのトップス、みんなで見たいし。うん、私もいろいろ見たいと思ってたし、みんなでゆっくり見て回ろう。じゃあ、ラッピングを見て、それから帰りのバスの時間までお洋服を見に行こう。みんなでお出かけって楽しいね。お昼寝してたからかしら。元気いっぱいね、チカちゃん。あれ？
魔力全開、瞬間移動使います。今のってよしこちゃんだったよね。ずいぶん急いでたみたいだけど、どうしたんだろう。よくわからないけど、神々の黄昏に匹敵する重大議決事項とか。リコちゃん、それってわかってるようなわかっていないような。まあ、きっと打天使的に忙しい日なんだよ。さあ、お買い物に出発するよ。久しぶりの練習なのに、あいにくのお天気だよ。朝からずっと雨だもんね。この雨、夕方からは雪になるかもって天気予報で言ってたよ。一日お休みだっただけでも、チカちゃんにとっては久しぶりなのね。昨日も帰りに海岸を走ったりしてたんじゃなかったかしら。自主練とみんなとの練習は全然違うんだよ。やっぱりみんなとする練習が一番楽しいんだ。まあ、屋上は使えないけど室内でも練習はできるし、筋トレに力を入れるのもいいんじゃないかな。新しいダンスのフォーメーション、もうちょっとで完璧にできそうだったからやりたかったな。部室をちょっと片付けたら二人くらいは踊れるスペースができるかも。試してみる？さすがリコちゃん、それいい、やってみよう。見える、廊下にチカ、ヨウ、リトルデーモン、リリーの気配。防御結界発動します。あ、花丸ちゃん急いで片付けないと。ヨシコちゃん、防御結界頼むずら。承知、ここは打天使ヨハネに任せて。みんな、おはよう。打天使ヨハネの結界が破られた。ヨシコちゃん、今日も絶好調だね。打天使設定。設定言うな。結界を破られたなら視界を奪うのみ。覚悟。よしこちゃん、今度は何の打天使遊びなの？ルビーちゃん、今のうちに片付けちゃうずら。うん、机の下に隠しておこうね、花丸ちゃん。花丸ちゃん、ルビーちゃん、何してるの？これは、部室の掃除をしてたんだよ。ねえ、花丸ちゃん。そうずら、あいにくのお天気だから部室を片付けて練習に使えるようにしようかなって準備してたずら。打天使の戯れの時間も終わりに近づいてきたようね。準備運動はこれぐらいにしておくわよ。準備運動だったんだ。急に目隠しされるから何事かと思ったよ。打天使スクールアイドルにもいろいろあるのね。打天使たるもの、五感に頼らず第六感を磨くことも必要なのよ。リトルデーモンリリーにも特別メニューを考えておいたわ。ありがとう。でも私、普通の練習がいいかな。皆さん、もうお揃いだったのですね。賑やかな声が廊下中に響き渡っていましたわよ。 Hello everybody。 今日は雨だから練習はお休みよ。昨日もお休みだったのに。雨だと練習に使えるスペースは限られるし、今日は夕方から雪の予報だから早めに帰った方がいいかなってマリとダイヤと話してたんだ。ええ、雪が積もることはないと思いますが、万が一ということもありますし、安全が第一ですわ。部活としてはお休みだけど、自主練はもちろん OK よ。やったー。じゃあテーブルと椅子を片付けてフォーメーションの練習をしようよ。ヨちゃん、リコちゃん。
狭いからどの道部室で全員が練習できるわけじゃないし、海が荒れちゃったら淡島に帰るのが大変になっちゃうからね。ではそういうことですから、私たちは先に帰りますわ。ルビーも遅くならないうちに帰ってきてくださいね。うん、気をつけて帰るね、お姉ちゃん。本当にお休みになっちゃったずら。お天気のこともあるし仕方ないわね。確かに雪の予報は出ていたけど、お姉ちゃんたちからお休みにしますって珍しいね。ギラン、打天使ヨハネの魔眼は全てを見通す瞬間移動使います。うん、言っちゃった。ヨシコちゃん何を見たんだろう。ヨシコちゃんの今日の打天使設定、なんだかいつもよりすごいわね。あれ、気になって調べてみたんだけど雪の予報消えちゃってる。夕方からは雨も上がって曇りになるみたいだよ。それなら練習をお休みにしなくてもよかったずらね。今からでも教えてあげるずら。お姉ちゃんに電話してみるね。繋がらないよ。繋がらないんじゃ仕方ないね。じゃあ私たちだけで練習しよっか。そうだね、気がついて連絡してくれるかもしれないし。それじゃあ早速着替えて練習開始だね。ちょっと待ってほしいずら。マルの勘が騒ぐずら。何か見えそうな気がするずら。え、花丸ちゃんまでヨシコちゃんのリトルデーモンになっちゃった？違うずら。練習熱心な3年生たちが練習をお休みにしようって言い出すのはやっぱりちょっと引っかかるなって思って。確かにカナンちゃんなんて自主的に朝練とかしちゃうタイプだもんね。そういえば雪が降るかもって予報ぐらいでお休みにしたことなんてないよね。ルビー、お姉ちゃんたちはみんなの安全を心配してたのかなって思ったんだけど、まだ雪も降ってないもんね。そこなのだよルビー君。今日のお休み、そこが引っかかる。何か重大な事件が潜んでいるかもしれないずら。今日の花丸ちゃん名探偵みたいだね。なんだかかっこいい。そういえば最近推理小説読んでたかも。耳で聞いたことをそのまま受け止めるのではなく、そこに真実が潜んでいないか熟考してみよう。もし雪が理由なら、なぜ自主練は OK なのか。確かに、ルビーちゃんはダイヤさんと同じ家に帰るわけだし、一緒に帰ろうって言った方が自然かも。あ、そういえばお姉ちゃん、遅くならないうちに帰ってきてくださいねって言ってる時、袋触ってた。それは貴重な目撃証言だね。ルビー君、詳しく聞かせてくれないかな。お姉ちゃん、何かをごまかすとき必ずほくろのところを書いちゃうの。素晴らしい。それはつまり今日のお休みが単なるお休みではない可能性を示唆しているに違いないずら。じゃあ練習をお休みにした理由が他にあるってことなのかしら。カナンちゃんとマリちゃんとダイヤさんでどこかに出かけるとか。昨日もお休みだったし考えにくいと思うけど。でも昨日お姉ちゃんはルビーとカラオケに行った後、あ、昨夜カナンちゃんとマリちゃんと電話で話してた。新証言が加わってマルの仮説が真実に近づいてきたじゃん。あ、偵察に行っていた助手が戻ってきた。瞬間移動魔法を解除。物質に肉体を転送完了。待たせたわね、
マリ、カナ、ダイヤの3人は沼津駅の方へ向かっていったわ。助手ヨハネ君、偵察ご苦労。では我々もこっそりと後を追おう。え？ヨハネが助手？偵察って何？っていうかズラノル、キャラ変わってない？花丸ちゃんが名探偵で何か事件が起きてるんだよ。私たちも急ごう。ダイヤ、さっきから携帯気にしてるけど大丈夫？そんなにルビーちゃんが心配？違いますわ。一応天気予報を見直していただけです。雪の予報消えてしまいましたわね。雪だから練習お休みのリーズンはなくなっちゃったわね。でも予報なんだし、まだわからないわよ。なんだか楽しそうだね、マリン。みんなをハッピーにするサプライズを計画するのってとっても楽しいから当然です。練習をお休みにした手前、急いで準備を整えないとなりませんわね。ルビーより遅く帰っては計画がバレてしまいますわ。それにしても律儀だよね、ダイヤって。生徒会長だから学校に積極的にお菓子の持ち込みはしないなんて。そういうところがダイヤらしいわよね。でも放課後にこっそりみんなに渡そうなんて考えてくれるあたり、ダイヤも甘くなったのかしら。バレンタインもイベントにしちゃったんだから、ホワイトデーもイベントにすればよかったんじゃない？イベントのたびに学校公認のイベントにしていては肝心の勉学がおろそかになってしまいますわよ。ダイヤはそんなことにならないと思うけど。私のことを言っているのではありません。ただあんまりイベントに皆さんを巻き込んでご迷惑になってもいけませんし。細かいところまでちゃんと気配りできるって誰にでもできることじゃないよね。生徒会長ってやっぱりすごいな。こう見えて理事長もいろいろ考えてるのよ、かな。わかってるよ、マリ。いつもみんなのこと、学校のこと、たくさん考えてくれてありがとうね。改めて言われるとちょっとくすぐったいかも。さあ、遅くならないうちに残りの材料を買いに行きましょう。次はラッピングとメッセージカードでしたわね。ホワイトデーのお返しですから、ホワイト系に統一しても可愛らしいかもしれませんわね。そうだね、シンプルなものを選んでカラフルなリボンを結ぶとかでもいいかも。デリシャスなスイーツも手配済みよ。いろんな味のマカロンとメッセージキャンディーをチョイスしてみたわ。あとは私たちでメッセージ付きのクッキーを作るだけですわ。ちょっと大きめのクッキーにして割れないようにアイシングすると良さそうだよね。何を書こうかな。私はやはり皆さんへの日頃の感謝ですわ。バレンタインのお返しではありますが、毎日のありがとうを込めて送りたいと思ってますの。とっても素敵ね。私はやっぱりみんなへの大好きって気持ちをシンプルに込めちゃおうかな。いいね。じゃあ私はメッセージをシンプルにしてハグしながら渡そうかな。アイドルの握手会ならぬカナーのハグ会みたいね。みんなびっくりするだろうな。ええ、部活をお休みにしてまで計画したのですから、サプライズも大成功させたいですわね。はあ、カナンちゃんたちいないね。お店の中に入ってると探すの大変かも。沼津でお買い物って言ったら商店街だと思うんだけど、全部を見て回るのも大変だよね。そうね、何かヒントがあればいいんだけど。心配ないズラ、
名探偵マルにお任せずら。何か思いついたの、花丸ちゃん。読めたわ。商店街に急いで買い物に出かけるということは時間がかかる買い物。堕天使ヨハネの魔眼は全てを見通す。きっとそうずら。3人で何か相談しながら買うようなものだと思うずら。助手ヨハネくん、可愛いものが売ってそうなお店を見てきてほしいずら。可愛いものっていろいろあるわよ。雑貨とかお菓子とか。もしかしてヨハネのマガンだよりってこと？まったく堕天使使いが荒いわね。でも名探偵花丸ちゃんの助手としては適任なんじゃないかな。確かに、よしこちゃんの堕天使能力を使えばマリちゃんたちに見つからずに探せそうよね。そういうことなら仕方ないわね。時空を司る数多の精霊たちよ、我に力を与えたまえ。瞬間移動使います。ルビーもお姉ちゃんの行きそうなところはなんとなくわかるからお手伝いするね。気をつけてね、よしこちゃん、ルビーちゃん。さて、私たちはどうしようか。こっそり追いかけてるのがバレないようにおとなしくしていた方がいいよね。あれを忘れてたずら。マル、ちょっと行ってくるずら。え、花丸ちゃん、急にどうしたの？すぐに戻るずら。行っちゃった。でもこれで私たち3人だけになったね。この前のあれ、買い忘れがないかチェックしておこうか。あ、買い忘れってほどじゃないんだけど、クッキーの試作をしてみたらもっといろんな色のキャンディーが欲しいなーなんて。私もそれ考えてた。実際に焼いてみるとちょっと色が薄いかなって感じになるよね。もっとビビッドカラーのキャンディーも試してみたいな。そうだね、キャンディーを買うだけならみんなにもバレないし、私ささっと見てくるね。チカちゃん、お願いします。楽しみね。そういえばヨシコちゃんとルビーちゃん、無事に見つけられたかしら。そろそろ戻ってきてもいい頃だよね。お、花丸ちゃんが戻ってきたよ。お待たせじゃ。欲しかった本が発売されてたのすっかり忘れてたずら。あれ、チカちゃんは？キャンディーが食べたくなったみたいで選びに行ったよ。すぐに戻ってくると思うけど。おーい、お待たせどれにしようか迷ったからいろいろ買ってきちゃった。お、いいんじゃない。どれも美味しそうでいい感じだと思うよ。見た目にも綺麗だよね。宝石みたいで綺麗なキャンディーズラ。あ、女子たちが帰ってきたズラ。気配消去魔法を解除。これより防御結界を展開します。ちょっと、防御結界って言ってるでしょ。早くその辺に隠れなさいよ。ちょっとヨシコちゃん、押さないで。見つかりそうになって慌てて逃げてきちゃった。お姉ちゃんたち3人でラッピングを選んでた。やっぱりマルの仮説は正しかったよズラ。助手ヨハネくん、引き続き偵察を。ヒギ、透明人間の術。ヨシコ、堕天使設定がめちゃくちゃです。もう見えちゃってるわよ。設定言うな。この堕天使ヨハネのヒギが見破られるとは。誰かに見られてるような気がしてたんだけど、気のせいじゃなかったんだね。これはどういうことですの？皆さんは自主練習をされると話してましたのに。ごめんなさいお姉ちゃん。ルビー、練習熱心なお姉ちゃんたちがお休みっていうから心配で。
ルビーは心配屋さんですわね。こうなっては仕方ありませんわ。全部お話ししてすっきりしてしまいますわよ。こうなるだろうなとは思ってたんだよね。私たちってサプライズにはあんまり向いてないのかも。そうよね。じゃあラリーたちのシャイニーなサプライズをオープンしちゃおうよ。ということなの。本当はトップシークレットにしたかったんだけどね。じゃあマリちゃんとカナちゃんとダイヤさんもホワイトデーの計画を立てたってこと？ええ、私は生徒会長という立場もありますし、あまり積極的に学校にお菓子を持ち込むのはと少し悩んだのですわ。それで放課後にこっそり渡そうって考えてたんだよね。だから当日までの秘密にしておきたくて。そうだったんだ、よかった。ルビーたちもね、実は。天界からの気配を察知。こりゃー、打天使奥義、打天竜報告。ビギー、よしこちゃん、やめるずら。名探偵花丸ちゃん、助手のヨハネくん、君たちにもまだ解かれていない謎があるようだ。そうだね、助手のリコくん。そのようであります。なんちゃって。私たちも同じなんだけどね。結局みんな秘密でホワイトデーの準備をしてたんだよね。そうでしょ花丸ちゃん。名探偵と助手がいつの間にか増えてるずら。マルたちの計画もバレちゃってるみたいだよ、ルビーちゃん、ヨシコちゃん。だからヨシコじゃなくてヨハネ。く、仕方ないわね。こうなったら全員の記憶を。なんなん、そこに打天使パワーを使う必要はないわ。それなら内緒にしないでオープンにやりましょう。そうだね、放課後に部室でこっそりやる分には生徒会長も目をつぶってくれるんじゃないかなね、ダイヤ。勉強に支障が出ないのであれば私は構いませんわ。その私も皆さんとホワイトデーを楽しみたい気持ちがありますし。ありがとうお姉ちゃん。ルビー、お姉ちゃんに内緒で準備するのすっごくドキドキしてたんだ。これで見つかっても大丈夫だね。でもせっかくですから、プレゼントは当日までの秘密にしておいてくださいね。私も見ないように気をつけますわ。プレゼントは当日のお楽しみだね。さあこれからどうしようか。雨も止んだし、今から練習なんてどうかな。マリーは大賛成よ。学校に戻ってフォーメーション練習がしたいなって思ってたの。そうですわね、私も皆さんと話していたらなんだか練習がしたくなってきましたわ。こうしてアクアは約束の地へと赴くのであった。すべては打天使ヨハネの予言通り。やっぱりみんな揃って練習がいいよね。ルビー、お姉ちゃんと練習したかったんだ。私もですわ、ルビー。やっぱり練習は皆さんが揃ってこそですわね。あら大変、次のバスがあと5分で来てしまいますわ。急げばなんとか間に合いそうだね。みんなついてきて。カナンも本当は練習がしたくて仕方なかったのよね。練習もみんなでエンジョイしちゃうわよ。レッツゴー、ハッピーホワイトデー。これはナリーとカナン、ダイヤからみんなへ感謝の気持ちを込めたプレゼントです。これは
伝説のメッセージ入りアイシングクッキー、すでに完成していたとは驚きね。アイシングが乾いた後にメッセージを書くからちょっと緊張しちゃったけど、いい感じにできたと思うよ。ええ、一枚一枚心を込めて書きましたわ。クッキーに文字を書くのも結構楽しかったです。あ、この字はお姉ちゃんの字だ。ありがとうお姉ちゃん、こんな素敵なクッキー食べるのがもったいないね。とっても素敵だから飾っておきたくなっちゃうね。マルたちのクッキーも見てほしいずら。大きな箱に入ってるんだね。私が開けちゃってもいいの？じゃあせーので開けるよ。せーの。わー、すごーい。これみんなの似顔絵になってる。かわいい。似顔絵とそれぞれのモチーフみたいなのが入ってるのね。ようちゃんは怒りのマーク、ちかちゃんはみかん、私の頭についてる角みたいなのは？リトルデーモンリリーにはヨハネが特別にリトルデーモンの角を授けておいたわ。ダイヤはダイヤモンドで、マリはコーヒーカップ、私はお魚なんだ。かわいいね。ちゃんと自分たちの分も作ったのね。ヨシコの頭の打天使の羽もちゃんとついてる。花丸さんはお花で、ルビーは私と同じ宝石のモチーフなんですね。どれも皆さんにそっくりですわ。これは自分のを食べたらいいのかな、それともどれを選ぶかは自由に決めていいの？マルたちも迷ったんだけど、みんなが食べたいと思うクッキーを選んでもらっても面白いかなって。ナイスアイディアね。どれもとってもキュートだからマリーも迷っちゃう。ここは平等にじゃんけんで決めても良さそうですわね。でも今すぐ食べるのはもったいないですし、最後にしましょうか。賛成。あと私たちからもみんなへのホワイトデーのプレゼントがあるんだ。一つずつどうぞ。うわ、ラッピングが衣装みたいになってる。すっごくかわいい。あ、このピンクの包みはルビーのみたい。このシックなブラックとグレーの色合いは打天使ヨハネにぴったりね。ちゃんと打天使の羽がついているのはリトルデーモンリリーの仕事ね。家に余ってるハギレがあったから衣装みたいに包んだら可愛いかなって。喜んでもらえて嬉しいな。包みも巾着のようになっているのですね。これはとても嬉しいですわ。ほら、しかも市松模様の抹茶のクッキーではありませんか。私のはお魚のクッキーだったよ。これ真ん中が透明なエメラルドグリーンの海みたい。すっごく綺麗。マリーのクッキーからはカーフィーの香ばしい匂いがしてくるわ。このカップの中にカーフィーが入ってるみたい。マルのクッキーもあんこの甘い匂いがするずら。抹茶とあんこの市松模様もとってもかわいいずら。ルビーのはさつまいもの形みたい。黒ごまが点々ってついてるのもお茶目でかわいいな。私も自分のを開けちゃおうっと。やっぱり私といえばみかんだよね。クッキーの真ん中がみかん色のキャンディーになってる。チカちゃんとリコちゃんが作ってくれた船のクッキーもすっごくかわいい。まん丸の窓のキャンディーも青と緑とオレンジでテンション上がるよ。せっかくだから空と海と夕焼けをイメージしてみたの。お船のクッキーってところまで話してたけど、サプライズになったみたいでよかった。見えた。ヨハネのクッキーは
ビターなチョコレートってところかしら。いい匂いがするわ。よしこちゃん、匂いって言っちゃってるずら。でも、いい匂いずら。みんなの好きなものに、私たちの大好きって気持ちを込めたいなって思って作ったんだ。喜んでもらえると嬉しいな。あと、とっておきのクッキーも出しちゃおうよ。アクアのみんなに大好きって気持ちを込めたの。もうスタンバイしちゃってるわよ。3年生の皆さんで開けてみてください。ええ、喜んで開けさせていただきますわ。行きますわよ、マリさん、カナンさん。せーの、オープン。わお、真ん中にアクアラブの文字が書いてあるわ。これは素晴らしいサプライズです。大きなクッキーの中にクリアブルーのキャンディー、すごく綺麗。アクアのみんなに日頃の感謝を伝えたいって思って頑張って作ったんだ。割れないように運ぶのが一番大変だったかも。こういうのって改めてやると照れちゃうけど、やっぱり嬉しいね。みんなを思いっきりハグしたくなっちゃうよ。最高にハッピーなホワイトデーね。